前田の9周年企画で前腕測ってない選手の方々の前腕を今日は測りたいと思います。上のアームレスリングストリームの代表のグンさん、前腕です。右手よろしいですか？ここでこれ一番いいかな。太そう。あ、でも、すぐ回復するから大丈夫です。31.5 ですね。でも、体重が63ですね。それでこれはエグいですね。サルサ復帰の、まあ、サルサ復帰の S1 マッスルマン、田川選手。お33.2 ぐらい。お下がりますよ。高山くんぐらいだ。あ、違う。俺、本当に遅いんで。そのままだっけ。俺、本当に遅いんで、ダメですよ。でも、階級があるの。でも、えぐいっすね、これ。かっこいい。多分30ぐらいしかない。ここが一番太いかな。ホーム台も来てる。お、31、素晴らしい。トコさん上がった。31って一番遅いですか？いやいや、誰入れればいいんだ。レオ君が30いってたっけ。30センチ勝負。20代はまだいないですね。ビギナーの人。タコさん分かったって太くなってるかもしれない。この2週入って血管が膨張してる。ただ緊張してない。あ、太くなってる。おあ、でもやっぱりこれで食べだったらもうすごいでかさすね。34度。すごい太さでしたね。回してます。前腕測定やめてください。 MG ありました。はい、せーの。待ってます。みんなと同じにしないで。いいですか？インチキではないです。これぐらいならいいっすよね。うん。全然インチキじゃない。いや、でも太いな。太いっすよ。え？6です。そんな？6.5。嘘？すごいっすね。嘘じゃない。36.5。うん。ありがとうございます。これ40超えてる。梅沢さん。と同じですか？6.5。すごい。ありがとうございます。どうぞ。はい。右側選手の前腕。じゃあどちらか一人で。右で。パックしてますね。どこがいいんだろうな。ここがいいか。お、お、33ですね。お、ぴったり。素晴らしい。ありがとうございます。どうしよう。ありがとうございます。ありがとうございます。